2曲目はね、日本の曲で、私が大好きなユーミンの曲で、それもユーミンのですね、荒井由実時代の、横浜の、ね、ドルフィンっていう喫茶店があって、そこの曲ですね、そこを歌った曲で、海を見ていた曲だったので、これは多分、ファーストアルバムかセカンドアルバムぐらいの曲か、まだ松任谷由実の前、荒井由実の時代の曲になります。意味を見ていたので聞いてください。Thank you.